かねえな。十尾が手加減なしとは。遅かったか。いや、ぴったりだぜ父ちゃん。湊斗、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よーし、始めるぞ皆の者。ほかげ様たち、なんで。オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に。おう、みんな俺たちも知ってる、あのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとはな、嬉しいぞ柱馬。お前は後、まずは10秒止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達もじきに来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ。まさかとは思ったが、ミナトもね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かっとる。このわしを分けてでも封印しきった男だ。影たち、行くぞ。忍法、史跡用心。さらに、俺だけ加えての戦法、明神門。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん。サクラか。どういうこと。本当にサスケくんなの。てめえ何しに来やがった。なんでサスケくんがここに。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がホカゲになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がホカゲになり里を変える。ホカゲになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がホカゲになるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。ホカゲになるのは俺だってばよ。そんなにホカゲに憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし、桜ちゃん。私が二人に届かない
か弱い女だと思ってる？よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。木遁、木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り、奴を打ち破るのだ。行くぞ。
でかいやつが出てきたな。
サスケ、あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おい、サスケ、燃え尽きろ。そろそろか。オビト、お前のかつての夢は火影になることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか。ナルトの心の内が分かっているからこそだ。そのすべてを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておくが、お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前と凛のことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、すべて。あの時凛は霧隠れにさらわれ、賛美の人中力にされていたことも、そして美獣の力が暴走することを恐れ、凛が自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていてなぜ。俺にとって凛を守れなかったお前は偽物だ。そして凛は俺の中で死ぬべき人ではない。よって死んだ凛も偽物でしかない。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのはこの世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前はその本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする。クズな俺をクズなお前が改心させるとでも。残念だが俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。では忍び組み手始め。すまない、俺はオビトとこうなってしまった。だが覚悟を固めた以上、俺は
オビトを撃つ。距離を取る。本気で行く。カムイ。うるさいやつ。リンは俺の描く夢の中に。それだけ。俺は。その考えが間違いだってこと。お前なら分かってるはずだ。毎回毎回やられてばっかりなのによく飽きずに挑んでくる。お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。今の俺にはこれしかできない。この世界を、仲間を、かつてのオビトを守ることは、今のオビトを殺すこと。距離を。終わりだよ、オビト。この戦いはお前の勝ちでいい。だが、戦争の勝ちは譲らん。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪廻転生させる頃合いだ。オビト、お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎ、ここからは俺の時間だ。この感じはそういうことか。オビト、お前だったのか。これは、まあいい。
飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。終戦と決めつける裏切り者の同胞よ。これは、気ぃつけろサスケ、あいつはもう今までのオビトじゃねえ。どういうことだ？マダラに操られてるのを振り払って、あいつは最初からずっとこれになるために印を結んでた。多分十尾の力を吸い取る術だ。なんだと？お前の言ってることが正しいのであれば、やつは今のオビトは十尾の神中力だってばよ。